プラスに息を吐く段になったら目を開けください。残りいきましょう。30番、25ページのウパデーシャサーラムの30番ですね。まあ、その前のところは全体生命であるセルフ、あるいは有意識と一体になることが最高のカルマヨガでもありバクティヨガでもあるっていうことなんですね。ジニャーナ、知恵、全体生命中を得ることが最高のカルマヨガでありバクティヨガであるっていうことなんですね。それを得ないで、いかにあの貧乏な人のためにお金をってやっても、それは貧乏な人だけの苦悩を救ってるに過ぎないでしょ。お金持ちだってたくさん苦悩を抱えてるわけですよ。病とか心の苦悩とかね、それに寄与することはできないでしょ。全体生命が全てを表しているなら、全体生命だけが全ての面倒を見ることができるわけです。ですから、その全体生命と一体になったなら全てを救うことができるから、それが最高の神への奉仕なわけですね。最高の人類への奉仕、最高のこの宇宙に対する奉仕なわけですね。30番、 The realization of that which subsists when all trace of I is gone。 I、 私という思いの all trace、 すべての跡形が is gone、消えてしまった、去ってしまった、when、時に、それでもなおかつ subsist、残存する、which、ところの、that、それ、大文字で書いてありますね。self のことです。有意識のことです。普遍意識ですね。それの realization、覚知、悟りは。っていうことは、そこまでには、僕らがね、あの瞑想していった時に、肉体から生きさえあって5つの鞘を通って全部通り越して全部知った時にっていうことですね。全部知ってもなおかつ残るもの、そしたら一つしかないんです。セルフしかないんですね。ですから、そこまで行った人を下脱した人というわけですね。そこまで行ってなければ、でそこまでね行った人の確実な証拠、どういうことかって言ったら、目覚めているときは肉体と性器やさや、これは僕らもここの下脱者ですね。肉体知ってるしね。まあそこでね、怖いとか病気でどうのこうのって、病気でもいいんですよ、あの構わなければ。僕だってあれこれ体調子悪いですよ。健康じゃないですよ。でも放っておきますね。お医者さんにもかかんないし、誰にも相談しないしね。調子悪ければ腰抜いてね、こうやって休んでからまた昇進探査してってやってますでしょ。でも誰にも言いませんしね。聞かれたら、あ、調子悪いからこうやって、そして私はこうやっているって気づいているだけですよって説明しますがね、辛いんだとかそんなこと言いませんね。怖いんだとか。ですからここで僕は下脱してるわけです。人に愚痴言いませんのでね。で、石さや力さやね、ここは夢。皆さんが眠ってても、寝たと思ってても夢見ているならばね、このメンタル体と、メンタル体っていうのはまだ健在意識、第六意識ですから、それから第七マナ式という潜在意識、そこは働いてるわけですね。で、起きている時にもここで考えてますので、ラーナムハリさんは夢もね、日常生活の思考も一緒だって言ってます。いや、本当にそうですよ。私は哲学的考察を加えているっていうのと、夢で見ているのと一緒です。ですから、ラーナムハリさんは、日常生活で我々が考えているようなことも夢に過ぎないって言ってますね。いや、本当にそうなんですよ。人生は夢のごとして、人生はをね、考え事はって置き換えてみたらすぐ分かるでしょ。考え事も夢も考えてるということでは一緒だっていうですね。夢の中で皆さん考えてるしね。で、夢から覚めると正気に戻ったと思うでしょうが、夢も正気も狂気なんですね。どっちも一緒なんです。全体生命と離れてる。で、その夢ね、夢を見る第6第7で、それ超えると熟眠状態に入るわけですね。夢見ない状態、夢見ないで寝ている状態ね。これだけだったら誰でも毎日1時間2時間は体験してるわけです。ですから僕らは目覚めも知ってるしね、夢も知ってるしね。で、熟眠していることを後からこの目覚めの状態でしかわからないっていうことですね。目覚めた時にね、
まあ、ここでもそうですね。考え事、皆さん夢をなかなか覚知できないでしょ。夢見てる時に俺は夢見てるんだなってなかなか覚知できないから、普通の人はこう考えられますね。熟眠もね、夢もね、この目覚めの状態になってから後からしか思い出せないっていうんですね。僕は目覚めと夢は知ってるんです。夢見てる最中も知ってますね。ところがこれはできません。昨日も言いましたね、熟眠ね、後からしかわからないんですね。この間は知ってますね。熟眠と夢の間は何度も何度も行ったり来たりしてるの、真夜中でも僕覚知してますんで、ね、それは知ってるんです。ここ行ったり来たりしてるのはね。ただここに入った時にこれをその一瞬において覚知できないということですね。でこの一瞬を覚知できるには、これ飛び越えて一つの差や飛び越えて全体生命セルフと一体にならないとわからない。それでこれが1目覚め、2夢、3熟眠、4番目にセルフが当たるので、これを第4位トゥリーヤーとヴェーダンターでは言うわけですね。有意識とトゥリーヤーっていうのは一緒です。ヴィジュニャプティ、マータラターっていうのとトゥリーヤーっていうのは同義語ですね。ですからそこまで行ったならば、それはその人はね、愛が私という思いが完全にしま、私という思いの全ての跡形が去ってしまった、完全に去ってしまった時にもなおかつ残存するそれ、第4位それを覚知しているお方と言えるでしょうね。だからその人寝てる時にね、そばに行ってみたら下脱してるかどうか大体わかる。下脱してるっていう人いたら、実際1日24時間へばりついてね、寝てる時どうしてるか見てみたらいいんだね。あなた寝てるの知ってますか、寝てるの知ってますかって答えなかったらわかんないわけですから。それでそれはIs good austerity、 神聖のオースティリティは、元の形はタパスですね。神聖の熱静な修行である。つまりこの目覚めをも夢をも熟眠をもいつでも覚知してあること、それこそが本当の修行だっていう意味ですね。修正一如です。そういうふうに修行することはセルフ、全体生命を明かしすることですから、それが本当の修正一如ですね。これなかなか日本の禅僧たちでもここまで行った人って僕は知りません。個人的には知りません。生きておられる方でも死んだ方でも知りませんね。道元禅師もどうだったかよくはっきりは分からないね。ちょっとトレイスオブアイがあるんですよ。道元禅師もね、ラーマダマハリさんやスワミラーマダーサは消えちゃったけども、道元禅師ちょっとアイがありますね。トレイスオブアイがあるんですよ。大変尊敬してますが、アイなんですね。沢木洋氏もはっきりしません。僕にはね、こういうことできたのか、トレイスオブアイもちょっとあるしね。So sings Ramana、 あるいは Ramana the self of all、 すべてのセルフ、自己、大文字で書いてあります。であるところの Ramana は、まあ Ramana っていう聖者と自分が主理を Ramana でかけて、その間にもう仕切りないんですよ。 Ramana Maharishi さんは、ラーマナマハリさんが私って言ったらこれですから、セルフのことですから。ラーマナマハリさんみたいにね、セルフと一体になったら謙虚さっていうのはないんです。傲慢さもないからに謙虚さもないんです。例えば僕がね、私は下脱していませんって言ったら自分の状態を言ってるだけですね。私は下脱していませんって言ったら、この私っていう思いはこの第七マナ式から出てるわけです、僕の場合はね。で、私は下脱してるって僕が待遇円相互したとするでしょ。田中さんじゃないけども、僕はいつでも下脱できるんだけどもしないでいるんです、怖いからなって。待遇円相互した私もこの第七マナ式なんですね。で、言わないけども下脱したふりして見せてるとしたら、それも第七マナ式なんですね。柏木先生、馬場先生、木村先生、下脱したんですかって言ったら、うんうんうんってやったら、そのうんうんっていうのはこの第七マナ式なんですね、すべてね。私はしたって朝原昌子みたいに言ったら、それも第七マナ式でね、ラーマナマハリさんが自分をラーマナとか、スワミラーマダーサが自分をラームとかね、相手をラームって言った時にはここの意識なんですね。えらい違いなんですね。So things are Ramana the self of all、 すべての自己であるラーマナはそのように歌う、つまり全体生命はそのように沈黙の声で教えておられますよということですね。26ページで、ジニャーナイコールバクティイコールカルマイコールヨーガ。ジニャーナっていうのはラーマナマハリさんたちみたいに私の思いの出所を尋ねる道ですね。バクティっていうのは全体生命に帰依することですね。もう知識も何もないんだけれども、
ただひたすらそれに帰依しますって、自己の明け渡しっていうのにあたるでしょう。仏教のね、自己の明け渡し、バクティ、カルマっていうのは全体生命の一部であることを知覚して、あるいは全体生命のためにこの第七マナ式をねなくして、あるいは極力希薄にして生命活動すること、それがカルマヨーガですね。全部一緒なんです。ヨーガ、最後のヨーガはラージャヨーガ、あるいはディアナヨーガだと思ってください。でディアナヨーガはこうです。肉体から始まってね、アーサナからやって、正規体でプラーナーヤマやってね、それから一サヤ力サヤでムドラバンダクリアやって、それから換気サヤのためにはダーラナダーラナディアナサマーディやって、そのこっちから肉体からね、サヤの奥深い方、広い方に向かって行くわけです。行って行って行って行き着いた、どこに行き着くかっていうと全体生命、そこに行き着く、それがラージャヨーガですね。で行き着いた人は必ずねこう戻ってくる、オーゲンって言いますでしょ。行き着いた人はラーマナマハリさんやスワミラーマダさんみたいに肉体を持ってても全体生命のためにしか働かない。だからね、こっちまで行き着いた人は必ずね、肉体持ってる間は全部ここで働いてるんです。全てのレベルで働いてるんです。それが見えればいいんですが、見えないと木村先生みたいにね働かなきゃ、あと内山老師みたいに菩薩行やんなきゃって言っちゃうわけですね。それは第七マナ式からの発言なんですね。全体生命化に行った人がそんなことしないわけないわけですから全てを知ってるわけですから、全てを知った上でその肉体を持って何かしてるわけです。ラーマナマハリシとか、あのラーマダーサとかね、それからクリシュナムルティじゃなくてビベーカなんだじゃなくてラーマクリシュナさんとかね、あのような働きをするわけですね。あるいは誰にも知られず、ラーマのマハリシのように現れもせず、どっかで働いている。このコーザル体で働いているとかってあるんですね。ですからね、それは全体生命、この熟眠状態を覚知する第四位を獲得した人にしかわからないわけですね。僕だってここにね、もしかしてね、この全体生命とぴったり一体になった方いたとしたら気づかないでしょう。ここにはいないなって僕思ってるでしょ。毎日いたらそれは僕がこれを覚知できないから、第四位じゃないからわからないわけですね。でこれになってたらね、それはわかるでしょう。そういう人いれば当然ね。ですからラーマナマハリシさんの ラーマのマハリシとの対話を読んでいきますとね、頭で喋るだけの人間来るとね、ラーマのマハリシさんかなりシビアで許さないんですね。こういうことあれこれベラベラ喋りまくる人来てもね、ラーマのマハリシさんイエスって言わなかったんですね。そこはちゃんと全体生命とね一体になっている人となってなくて、そう勘違いしているだけの人間をちゃんと見て取れますんでね、頭でこの辺だけ喋る人、学者タイプの人たちに対してほどラーマナマハリシさん厳しい態度を取ってましたね。何にもわからない無知な人来るでしょ。本も読めない無学問もな人来て、もうラーマナマハリシさんとお弟子さんたちが高尚な対話してるのを聞いてね、もうしょげてこうなってる人がいるんですよ。何にも英語もできないしね、サンスクリットも語もできないし、自分の地方の言葉しか知らない、こうやってがっかりしてもう失望している人が質問して、私は無学問もでここにいるお弟子さんたちみたいに何も本も読めないし、そういう用語も聞いてもわからないので帰るっていうようなことを言うと、あなたはそれなのですよ、あなたは無学問もって言うけれども何も読めないから、こういうようなことね一切知る必要ないんだし、全体生命があなたになってるんだから、あなたは祝福されてるのですよって無学問もな人にほど優しく言ってあげて、そうすると輝いて勇気を持って帰っていってね、その
ラーマのマハリさんに会いに来た甲斐があったっていうふうにしてあげたんですね。ですから罪なのはね、この辺で勘違いすることです。あるいは知っててね、ここと一体になる努力しないっていうことなんですね。罪はそれなんですね。別に罪はここにいてね、こっちのこと無知なことではないんです。ですからここにいてもね、この第七マナ式がね、ほとんど働かなくて肉体で働いてたら、それは神の肉体を持った一部として虫、私、エゴのない働きをする、虫の生命活動をするっていうことで、これと変わりはないんです。ただそこでどんなことを知ってようがね、何やってようが、この第七マナ式、俺が、俺たちだけが、俺たちのグループだけがあって、あるいは俺の考えに従えばっていうふうな、その俺俺っていう第七マナ式を持っていることが罪なんですね。ではギーターの26ページのね、バガヴァッド・ギーターの18章の、18章っていうのは最後の章ですの73節、アルジュナは言いました。モーハ、名網は消え去り、本来の記憶スムリティである全体生命地を得ました。名網は消え去りっていうのは、私は肉体であり、私は生き体であり、エッセテラって、このサヤの どこか、あるいはそれだけだと思っているっていうことですね。例えば戦争で相手を殺したら、まあ相手も自分の友達であり、身内でありね、師匠でありと思ったら、それは相手の肉体を持ってるわけでしょ。肉体だけ思ってるわけですね。全体生命だとは思ってないわけですから、そういう名網は消え去り、ここにスムリティって出てきてるでしょ。本来のって僕補っておきましたが、記憶を得ましたっていうのは、どういう記憶を得たのかっていうのは、クリシュナ神の教えによってね、本来の記憶である全体生命、全ては全体生命の現れであるという知恵を得ましたっていう意味ですね。でそのスムリティが仏教では念と訳されているんです。念仏の念ですから、仏教で念と出てきたらね、本来の全体生命地イコール仏性をいつでも思い、主少年ね、そこから離れない不忘念、不毛念することって意味なんです。ですから念仏行っていうのは、その仏性全体生命地をいつでも第六意識で思って、それに対して一心称名するということでなければいけないわけです。その記憶を第八式チッタに入れて、そこからそういう主少年の記憶が蘇ってくるから、それに従って虫の生命活動をする。だからジニアーナ、知恵でもあり、バクティ、奇妙でもあり、カルマ、カルマヨガでもあり、ラージャヨガによって得られる全体生命地に基づく生命活動にもなるから、ジュニアーナイコールバクティイコールカルマイコールヨガなんですね。あなた、クリシュナ神ね、あなたの恩恵により不死のお方よ。不死のお方はかっこない敬意っていうのはクリシュナのことですね。疑惑、これは上の名網と一緒ですが、上ではモーハ、下の方ではサンデーハと別な言葉になってますが、同義語です。疑惑は除去され、私は確固と立ち、あなたの教えを実行しましょうっていう、あなたの教え、クリシュナ神の教えというのは全体生命種であるあなた、つまり全体生命、これをね操っているものを、まあ一人ですから種と見立てて全体生命種ってやったわけですね。仏教ではその代理人としてブッダを立てるわけですね。キリスト教ではまあイエスを立てるわけですね。ラーマのマハリシアシュラムではラーマのマハリシを立てるわけですね。何もそんなの立てなくてもいいんです。キリストとか仏性、ブッダとかね、あのマハリシとかって、そのセルフを表すものだけでいいわけです。その代理人が時々現れるっていうことですね。完璧な代理人が現れる、ラーマのマハリシとかスワミラーマダサとかね、まあ、ここ潜っていく間に迷って、完璧じゃないのがその世界に現れて、俺はブッダの生まれ変わりだって、俺はあのバーバージの生まれ変わりだって、時々ね、田中ラムジより来るっていうのが出てきますね。私は何々の生まれ変わりだっていうなら、私は全体生命の生まれ変わりだって、そっちの方がまだマシですね。全ては全体生命の現れですから。でこれはジョーティルマヤーナンダ先生のね、バガバッドギーターやった時に、それの18章最後の章の73番として、あの僕選んでおきましたので、テキストをお持ちの方はそちらも、ちょっと訳が違ってますが意味は一緒です。お読みになってみてください。それからギーターの最後の最後の方、78節ね、18章の78節、ヨーガの主クリシュナのいるところ、ヨーガはヨーガ、主はイーシュバラで、ヨーゲーシュバラ、
妖芸しばらなんだ先生っておられますね、木村敬信先生の先生、あの方のお名前ね、妖芸いいしばらなんですね、妖がいいしばらなんです、妖芸しばら、それのあなんだ喜びですから、正しい発音は妖芸しばらなんだってなるんですね。まあ、木村先生サンスクリットあんまりできないので妖芸しばらなんだって書いてますが、正しい名前は妖がいいしばらあなんだ、妖がの種の至福ね、妖がの種って言ったら全体生命の種の至福ね、ですから妖芸しばらな、妖芸しばらなんだってちょっと長くなりますね。がいるところ、それから車種プリター夫人の子っていうのはアルジュナのいるところで、これこの2行だけでね、このように読んでください。全体妖芸しばらのクリシュナっていうのは全体生命そのものです。これね、それを狙うアルジュナ、あの弓を得る、弓を引く、的を射るっていうことはね、自分の意識の矢でこの全体生命にピタッと当てるっていうことですから、全体生命に融合すればっていうのは、肉体を持った我らが大弦の王を行って行って行って行き着いたところ、彼岸はこのセルフ、ここに行けば融合すればっていうことですね。ですからギーターはね、たった2行3行でもね、非常に深いことを言ってるわけです。その奥の奥ではね、まあさっき中谷さんか質問あって、マハバラタでアルジュナが地獄に落ちていってって言ったけど、地獄に落ちていってってそこばっかし見ないでね、その谷深ければ山高しでね、奥深いところまで行ったら高い山にあと登って、誰よりも救われて一番至高の救いを得たわけですね。でその大事なのはアルジュナが究極の全体生命、究極の境地に行ったっていうことでね、潜って潜っていって、その間いろんな迷いを、こう迷いの谷をねさまよって、地獄みたいなところをさまよってて、そっちが大事なんじゃなくて、最後どこに行ったかですから、最後見落とさないでください。全体の中でどうかって読まないといけませんね。でクリシュナとアルジュナっていうのは、クリシュナは全体生命の現れですから、グルです。それからクリシュナっていうのは模範的なチェーラのことを言ってるわけです。それを射抜くっていうことは、意識をそこに合わせる人っていう意味ですね。そういうものがいるところには、そこに栄光、勝利、裕福、かっことした秩序がある。これが私の初心です、これが私の初心ですって最後のはサンジャマヤの報告で、それは無視して結構です。ですから全体生命のあるところって、それはいつでもあるんです。問題は2行目でしょう。車種アルジュナのいるところ、それを狙うようなね、修行者が、門師主将をしてくれる修行者がたくさんいるかどうかなんですよね。途中まで行ってね、まあここが頂上だとするとね、全体生命という頂上、頂上に行ってくれれば、頂上を澄み切って頂上まで行ってくれればいいんだけれども、みんな行かないでね、修行をいい加減にして途中で止まって、この辺で後から登ってくるね、登山者を捕まえてお客さんにして茶店開くって僕言ったでしょ。だからこの辺でね、ボスがね、ですから新法を作んなきゃないですね、ヨガ世界でもね、対策法ね、暴力だなとかなとか、お茶やる人を潰す新法を作んなきゃないですね、霊的な法律をね。でここで止めるのやめて、みんなでここまで行くようにしましょうってね、こっちを目指すようにしなきゃないんですね。まあ僕が澤田先生たち、澤田先生個人じゃなく澤田ヨガエツセトラを批判するのはね、このこっちに行こうとしないでね、肉体を持ったこの辺でうろちょろして免状の交換とかあれこれやるからね、そんなこと やめてね、そっちはやめて、こっち見たらいいんですよ。アーサナやるとかっていうのはここの世界だけだから、こっちに来たらいいんですよっていうことですね。まあこの辺でアーサナプラナヤマバンダムドラーとかね、あれこれやってインドにも何回も行きましたとかね、何これの代表もしてます、エトセッテラってやる人たちに、このアーサナやる人がみんな引っかかって、さっぱりこっちに来ないもんで、僕大方の先生の悪口言うわけですね。それから最後に有意識三十樹の27を出しておいたのは、まあそういう人たちがいるからなんですよ。まあ厳然立正を持つ、伊勢有意識正有所得故、非実重有意識、厳然に正物を立てて、これ有意識正と思えり、所得あるをもってのゆえに、実に有意識に従するにあらず。まあこれは田中さんみたいなもんだな、いつでも下脱できるんだけどもしないんですよっていうのと一緒だな。
今ここのすべてのものはただ色のみである全体生命の現れであると知的に理解するだけでは、知的にも理解してなくてもちょっとかすみ取ってね、あれだな、ああ言えばモテるんだなと思うでしょそれだけでは何らかの分別されたものを現前に立てているから、ただそれ有意識に定住しているのではなく、ここにいてねそれらを喋ってみせてこっちに行く努力をするのを省略しようと、怖いからこっちに行くの怖いからよしといてここでまあ喋りまくろうと、そういうようなことですね。それはいかんっていうことですね。この有意識三重樹の27が一番通列っていうか通説ですね、通列ですね。まあブラフマン、これ皆さんねそういう知識ね、現前立証を持つやってたでしょ。体の中に心があって、心の中にアートマンがあってって、そういうものを立てて、それを皆さん弓引いてたわけね。あれ当てよ、あれ当てよなってね。それ間違ったものいくら狙って当てたって何もなんないですよ。的じゃないんだから、的外れね。最初から的外れね。そうじゃなく、弓矢っていうのはこっちからこう引かなきゃないわけですね。だから、現前立証を持つね、前に何らか立てるんならね、正しいものを立てないといけない。正しいものって何でしょう。自分の思いが現れたり消えたりするという思いの観察、ただ一つそれだけですね。この全体生命から思いが出てくる、そこを探り当てること、それが現前立証を持つなら構いませんよ。それを狙っていって、そうするとポール・ブラントンさんみたいにね、全体生命の的を見事に射抜くっていうことになるでしょ。そうだったら別に構わないわけです。思いの出所という的、正しい的を尋ねていくとね、最終的には光り輝くセルフ、それと一体になれるわけですね。本当は的を飛ばすんじゃなく自分が飛んでいくわけですからね、全体生命の光の中に溶けちゃうわけです。例えば皆さんが氷だとしましょう。で、我々が氷だとしましょう。で、氷でね、春の海にみんなで行くでしょ。氷に手足生えてよちよちって歩いていって、そしたら溶けるでしょ。溶けて氷がなくなっちゃうわけですね。正しい的に行けばね、氷のまんま北極海の方に行って、ペンギンいるところに行ったらそのまんま氷で、氷のまんまですね。間違った方を目指したらそのままエゴ、エゴという第七マナ式の氷の塊のまんまですね。溶けませんね。ですから溶ける方に行かなきゃ、あったかい方に行かなきゃ、黒潮のある方に行かなきゃいけないわけですね。間違ったところを目指してもそれは永遠に溶けないですね。で、29番と30番のところまでね、来るまでにいろんなラーマナ・マハリシさんの教え、そのまんま文として読んでいってもわからないっていうことですね。図解を用いたり、それを自分に当てはめたり、ここに出てきたあらゆる図解をね、自分に当てはめないといけないわけですね。前にも言いましたが、有意識であるまずとかね、それをこう見るんじゃなく、まあ、例えば、5つの鞘とかありますでしょ。こういうふうにね、5つ、これは5つの鞘を描いたんじゃなく、オーラを描いただけのを僕が描き込んで5つの鞘に変更したんですね。っていうのは外の方が広いから、まあ、都合いいだろうと思って、こういう5つの鞘あったらね、このようにね見ちゃダメなんです。なるほど、これはこうだな、これはこうだな、これを自分に当てはめてこうやんないといけないわけです。自分の食物鞘があって、正規鞘のプラナがはみ出てて、1鞘1鞘という心はもっと遠くにまで飛んでいって、で、共通の集合無意識っていうのはもともと広いわけですから、人間っていうとみんな広いわけですから、地球上の生命体とかね、原因体っていうのはもともと広がってて、で、原点がないのが
セルフ普遍意識だっていうふうにね、いつでもこのように呼んでいかないといけません。こうやってるのは勉強ですからね、単なる問思ですからね、習からこうならないといけないですね。問思までこうやって見てればいいんでしょうがね、修行するということはこういうふうに自分がそれになるっていうことですんでね。学者は ここまででいいわけです。これ解説して本売ればいいわけですから、講演したりね、あるいは講話したりね。そうじゃなく、主は生き様ですから、ブラフマチャリア解説するっていうならブラフマチャリアやってみせなきゃいけないわけですよ。ブラフマチャリアは禁欲とか性エネルギーをコントロールすることでねって、こういうまんま解説してね、ほらあちこちで遊んでたりしてたら、それはこうやってるうちは問題ないんでしょうけど、私はこうですってやるためにはね、自分で実践しなきゃいけないわけですね。山に山でもアーサナプラナヤバンダムダラでもクリアでもね、メディテーションでもサマーディでも何でも、自分でこうやって自分がこうだっていうふうに実践しなきゃいけない。なる、知る、分かる、できる、なるっていうことですね。ですからそこが一番難しいと思いますんでね。そうしたならもう大体終わりましたので、最後ちょっと読めそうですね。スワミーラーマダーサ、パパラーマダーサで、そこの下はね、第四意識、第4位のところは読んだんですが、その上ね、瞑想、ジャパと瞑想の関係ですね。で、アフターバース、まあもう時間ないと思いますから、そのまま意訳していきましょう。アフターバース、沐浴をした後、バースは沐浴ですね。He っていうのは、彼っていうのは、ラーマダサ、自分のことです。He would sit in asan for meditation till daybreak。till daybreak で夜明けまで。デイブレイクは夜明け、ティウまで、夜明けまで、フォアメディテーション、瞑想のためのアーサン、アーサナですから、こういうアーサナで、ヒュードシット、彼は座るのだった、まあ、沐浴して身を清めて、それから瞑想座法を取るのだった。フォアサムデイズ、数日間、ヒズメディテーションコンシスティッドオブ、彼の瞑想あるいは瞑想法はコンシスティッドオブ、次のようなもので成り立っていた。 Only the mental repetition of the Ram Mantram。 ラーマ、ラーマですが、ラーマですね。ラーマ、マントラムというのはラーマの皆を唱えるマントラですね。ラーム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 って言ったり、歌ったり、ラームラームラームってもう絶えず復唱すること。ラーママントラのメンタルレペティションですから、心象。これは5ページの6番ご覧ください。5ページの6番、そこにね、マントラの種類書いてありますね。高唱、声を高く出して唱えること。それから3行目にフェイントマッター、かすかなつぶやき、つぶやくようにラームラームラーム、唇だけ動かして唱えること。そして最後は Within the mind、 心の内のレペティション、心象。もう唇さえも舌さえも動かさずに、心の中だけでラームの皆を唱えることですね。まあ、右の方の図解に高唱、低唱、心唱、それが続いていくと瞑想になり、そして三昧になり、その後、一番下にもう読みましたが、このマントラム、ラーママントラムですね、のたゆまぬ復唱は、自分の内とその周りの至るところに神の存在を、スワミー・ラーマダーサに思い起こさせ、また実感させ、そして全宇宙は神の姿であると気づかせるのだった。ですからラーンマントラも一つでここまで彼言ったんですね。ですからいかに彼はラーンマントラム、ジャパをね、ディアーナ化したかっていうことですね。ジャパを瞑想にまで瞑想の高みに引き上げて、そして瞑想から三昧に、ジャパで三昧に入ったっていうことです。彼の場合はね、サマーディに入ったっていうことですね。そのラーンマントラムの心象からだけなっていた。ですから彼にとってはジャパとね、メンタルジャパと瞑想は同義語だったんですね。それでよろしいんですね。Then, the mantram having stopped automatically、 そうすると、あるいはそれから、the mantram、 ラーママントラですね。マントラ、マントラは automatically、 自動的に having stopped、 病んでしまった。病んでしまって、He beheld a small circular light before his mental vision。 彼は、ラーマダーサは、A small circular light、 小さな circular、 サーキュラーっていうのは輪を描くですから、回転するって意味です。くるくるくるくって回る、回転する light、 光
を beheld 見たのだった。before his mental vision 目を閉じていても見えるのをメンタルビジョンと言います。メンタル、精神的なっていうのは意、この第六意識、ここでね、見える。ここ、目をつむってしまっても、感覚器官なくして目をつむっても見えるのをメンタルビジョンと言います。メンタルは意、マナ式、マナス。ですから、ラムラムって、目を閉じてラムラムってやってたらですね、光が見えたのでマントラをやめたっていうですね、じーっとそれに見入ったっていうことですね。This yielded him thrills of delight. これは、っていうのはこの光の発言はですね、thrill、スリルですね、興奮、of delight。delight は喜びとか歓喜。喜びの興奮を him、彼に yield、生じさせた、もたらした。This experience この経験は having continued for some days 数日間続いた。ですから木曜国行った後いつでも、まあ、夜明けまでっていうことは夜通しっていうことですね。ラムラムラムって唱えてそれが止んだり光見えると止んでまた消えたらラムラムって唱えてってもうジャパメディテーションの指導士ですね。ずっと続けたっていうことですね。まあそれぐらい打ち込まないとダメでしょうね。で、この経験は数日間続いた。そして、He felt a dazzling light, like lightning flashing, lightning flashing before his eyes. そして彼は dazzling, dazzling はチラチラ光る、キラキラ光る、チラチラチラって光ることですね。light, light は光ですね。を感じた。何々のような、like lightning flashing before his eyes. 彼の目の前で、before his eyes, 彼の目の前で、Lightning これは閃光を発するフラッシング。フラッシュはフラッシュオタクですからピカーッと光るようなことですね。ピカーピカーピカーッと光るようなキラキラと輝くライト明かりを felt 感じたは実感したっていうことですね。 which そしてその光は ultimately ついには permeated and absorbed him permeate これは浸透する absorb は吸収する吸い込む。ですから目の前に見ていた光がだん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 光輝を増してキラキラと輝いて彼をラーマダーサをに浸透して彼を飲み込んでしまったかのように felt 感じたっていうことですね。つまり光の海に包まれたように思った。ポール・ブラントンさんですとここはね私は輝く光の海の真ん中にいる。その海はそれから諸々の世界が創造されるところの原子の材料物質の最初の状態である。それは口には表現できない無限の空間に広がっており信じられないほど生き生きしている。でこのように描いたところと全く同じ光だったろうと思われますね。 Now an inexpressive transport of bliss 今や bliss 至福の transport これは棒がのっていうことですね。棒がの至福 inexpressive 口では表すことのできないって言ってるしこっちでもブラントンさんもね口には表現できない。それは本当ですよ。僕も光見たの皆さんに言ってるけどもね、青い光が現れて周りから金色の光が差し込んで真ん中に白い光が見えてその青い光のところに何千何万本っていう銀色の杉に待って回転していってねって言ってるけど僕が見てる光をいかにこう言ってもねそれは皆さんに伝わらないです。僕もそれぐらいしか言えないんですがそれ以上inexpressible 口では表現できませんね。光の回転光の渦っていうのはね限界がありますね。言葉っていうのはね。まあ光にしても音にしても表現できません。いろんな小鳥、それから蜂が千匹万匹もうなっているようなブンブンブンというような音、それから大海がゴーゴーうねるような音、それから雷、聞いたこともないような雷の音がもう耳をつんざくようになる、それが全部混じって聞こえるオウムの音とか、それは表現できませんね。聞いた後ドカーンと自分がロケットに打ち上げられたようになってどこに行ったのか時空が分かんなくなってしまう、そういう状態に引っ張られていくっていうことを言葉ではね
それ以上とてもとても表現できないですね。まあ、そういう妨我の私腹が filled every pore of his physical frame。 彼のフィジカル、肉体的なフレーム、構造ってことは肉体です、フィジカルボディのことですね、の every pore、 すべての毛穴をフィールド、満たした。ですから細胞の隅々までそういう私腹、絵に言われぬ私腹ですね、で浸されたように感じたっていうですね。 When this state was coming on、 この状態が coming on、 やってきた時、 He would at the outset become oblivious of his hands and feet。 At the outset、 彼は最初に、 at the outset で first、 初めにっていうことですね。His hands、 手と feet、 足のを become oblivious で忘れてしまった、もう近くできなかったっていうことですね。これはそうです、光見たり音聞いたり、あのライアーに入ったらね、あの自分の体の感覚、手足どころか体の感覚っていうのは何もありませんので、そうなったっていう意識しかないんですよ。そうなったっていう意識しかないんですね。ですからこの世界で光音を見てるとね、それを知覚している意識しかなくなるんです。何も他に何もなくなっちゃうんですね。肉体とかそんなものなくなっちゃうんですね。 And then、 それから最初はそうなって手足を忘れて、それからグラジュアリー、徐々に His entire body、 全身を知覚しなくなってしまった。これは本当にそうですね、そうなりますね。ですからそういう体験なかったなら、そりゃこのセルフの方に向かってるとは言い難いです。一旦そうなって、あと全部手足も知覚できたまんま、いつもこれのことを思ってるっていうふうになるわけです。行って帰って、それでも全体生命から外れないって、そうなるわけですね、段階としてはね。 Lost in his, in this trance state He would sit for two or three hours。 このようなトランス、トランスですね、三昧状態で、 Lost、 失ってっていうのは通常の感覚を失ってっていう意味ですね。 He would sit、 彼は for two or three hours、2時間、3時間と座るのであった。三昧状態に入っているのであったということですね。Still、 しかし、Subtle awareness of external objects、 External、 外界の objects、 対象の Subtle、 非常に精妙な awareness、 気づきは Was maintained in this state、 この状態で、あるいはこの状態でも maintained、 保持されていた。最初は全然知覚しなくなりますが、何遍も何遍もそういう三昧に入っていると、妨我の境地にあっても外の世界のことをある程度知覚できるようになる。そしてラーマナ・マハリシさんみたいに、全部全体生命と一体になっても、この5つの鞘、肉体含めて全てをいつでも知覚できる。それがサハジャニ・ルビカルパ・サマーディ、永遠の無分別三昧と言われるものですね。最初はラーマナ・マハリシさんもね、こっちに入った時にはね、大弦の王行った時にはね、こっちを知覚しなかったんですよ。だからラマナマハリシさんトランス状態に入ってるとね、蟻が下から張ってきて、黒蟻の山みたいになっても彼全然知覚しないし、蟻に噛まれてもいろんな虫張ってきても彼全然知覚しないで、何時間もそうやってたんですね。食べたりしないので人が口に突っ込んでやってくれて、ご飯とかね、まあそういう状態になるけれども、あとはもうその時は目つむって彼トランスに入ってたんですが、そういうのが当たり前になって、もう全ての精気、全ての鞘がね、セルフに満たされると、もうこれを離れることなくいつでも日常的な生活もできるっていうふうになるわけです。それが本当の聖者です。三枚に入ってみせますっていうのは半分ですね、行ってハーフマラソン半分行ってで帰ってきて勝利の栄冠得た人、それが勝利者ですね。そのようになったっていうことですね。そしてその後ですね、その下があったわけです。そういうトランスを経験した後、眠りが変わってしまった。眠っていてもいつでもこの私腹、熟眠状態にあってもこのセルフの私腹、仏性の私腹にいつでも満たされているのを知覚できた。この換気さやを知覚できるのは全体生命と一緒にならないといけないですね。熟眠を知覚するのはこっちですから、夢を知覚するのは換気さや。ですから僕が夢の中で夢知ってますよっていうのは僕のチッタで知覚してるわけですが、そのチッタがの活動が病んだ時、それを僕は知覚できませんよっていう意味ですね。肉体を知覚できるのはその外側、これを
石さやを知覚できるのはリチさや、あるいは石さやとリチさやを合わせたメンタル体を知覚できるのはコーザル体、コーザル体を知覚できるのはセルフ、さやならぬセルフっていうですね。まあそのようになるっていうことで、ラーマナ・マハリさんとそれに非常に近いパパラーマダーサを引用して、あとバガバドギータ、ヨーガスータラ、由意識の力を借りて、一番最初に帰りますと、全体生命、命は一つ、あなたは肉体があってもあなたはそれなのですって、大体お分かりになったでしょうか。最初も最後も誰も失神しないので修行していきましょう。終わりです。一つひとみさん、それでは次、息を吐くだになったらどうぞ体を緩めて少しお休みください。どうもありがとうございました。